藤谷蓮次郎です。先週の土曜日から始めました旅に出たくなる旅の曲というところで、のシリーズでお話をさせていただきますが、今日も1曲ご紹介したいと思います。あんまり有名な曲じゃないですけどね、私はすごく好きな曲なんで今日お話しさせていただきます。その前にですね、この動画チャンネルの方を初めてご覧いただいた方、それからまだ登録されてない方はぜひとも登録をお願いします。チャンネル登録をしていただける方が増えていかないとなかなか続けられなくなっていくので、まあお前が好きでやってることだろうずうずしいというお叱りは受けますけれども、まあそれでもこれをご縁だと思ってぜひお願いしたいと私は思っております。チャンネル登録の方をお願いいたします。さて、今日取り上げる曲は今まで何回も取り上げてきました私にとっては特別な俳優さん、かっこいいなこの人とずっと思ってきました、水谷豊さんの旅心という曲です。旅心、これはですねシングルではなくてシングルレコードアスカゲロウの B 面です。アスカゲロウという曲は簡単に言うとカリフォルニアコネクションと優しさ紙芝居の間ですねのシングルだったはずなんですが、1980年の3月、まさに熱中時代の水谷豊さんが飛ぶ鳥を落とす勢いだった頃ですね、アギー陽子さん宇崎竜童さんというコンビで作られた曲です。でアスカゲロウは確かアキさんが、詩で曲が伊勢正三さんだったと思うんですね。伊勢正三さんは割と水谷豊さんの曲多いんですよ。人魚の誘惑という曲もそうでしたけども、で石川貴彦さんはよくこの当時アレンジに加わっている方です。簡単に言うと、まあ、男性の方からとも一緒にいる親しい女性、奥さんかもしれない、奥さんって言い方よくないね、連れ合いかもしれないし、あるいは恋人かもしれないけど、ずっとお前と一緒に旅に出てなかったね、じゃあ一緒に旅に出ようかって歌ってる曲です。何気ない日々の暮らしの中で忘れ去られたことのいくつかっていう曲が歌詞から始まります。で、窓を開けて空を見上げた時にお前と随分出かけていないと、思ったりするかな、感じたりする俺さって歌ってるのかな。つまり日常一緒にいてその幸せのあまり忘れていた、彼女との間、彼女さんかもしれないしお連れ合いかもしれないけど、その人と改めて、前のときめきを取り戻すために旅にでも出てみないかって誘ってる歌です。伸びやかでいいですよ。で何よりもやっぱり魅力的なのは、前別の動画でも言いましたが水谷豊さんの声、あのくらいの音域でああいう聞かせ方する人は少ないから、まあ割と低めの声を出すボーカリストとしては水谷豊さん、当時の歌謡曲、当時のヒットソングの世界では珍しかったんで、今聴いてもああいいなと思います。この旅心という曲も、まあ旅に出てみたいなと思う、それは近場でもね、そういう旅に誘う曲として、もう一回いろんな人に聞かれてもいいのかなと思います。もう一つ水谷豊さんで旅に出たくなる曲としては青空のバラードっていう曲があるんですよ。これもおすすめです。なんかこう出会いも別れも忘れていいけどこの空の青さを覚えていてくれっていう歌詞があって、本当にその辺いいですよ。水谷豊さんのあの声で歌われると心からこう素直になれる気が私はします。今日は水谷豊さんの決して有名ではない曲ですが、旅心というアスカゲロウの B 面、についてお話をしました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは失礼します。